このプロジェクトは一人の職人のある一言から始まった。軽くて丈夫、そんな脚立はないのか。軽くて丈夫、軽くて丈夫なメガネ、軽くて丈夫なカバン。世の中にはそんな軽くて丈夫な製品が溢れている。でも脚立はどうだ。丈夫な脚立は重くて当たり前、これが脚立の常識だった。脚立の常識、このまま脚立は未来永劫重いままなのか。それなら我々長谷川がその常識を打ち破り、軽くて丈夫な脚立を世に送り出そうではないか。そんな脚立を求めている職人がきっと大勢いるに違いない。長谷川社員の胸は高鳴った。まずは重さの原因を追求した。材質はもちろん部品ごとの重さまで徹底的に洗い直した。そこである発見があった。日本でははしご兼用脚立が常識となっている。このはしご機能をなくしてしまったらどうなるだろうか。これで向かうべき道が定まった。思い切ってはしご機能をなくしてしまえ。専用脚立に特化せよ。試作が始まった。狙うはプロの職人。持ち運びが楽で踏み算が広いプロが喜ぶ脚立。固定概念から解き放たれた我々は溢れ出るイメージをもとにあらゆるアイデアを注入した。しかし初号機、2号機、何台作っても職人から満足のいく答えは得られなかった。畳んでる時にずれへんようにかぶせるように。すごい邪魔やから邪魔だ。これはもう僕はいらないです。なるほど。試作品が次々と跳ね返されるうち、目標を見失いそうになる日もあった。やはり軽くて丈夫、そんな脚立は無理なのか。いや違う、長谷川はチャレンジを諦めない。それから来る日も来る日もユーザー会を開き、現場の意見、要望、アイデアをとことんまで吸い上げた。さらに試作を重ね、職人と意見をぶつけ合うことでデザインもみるみる洗練されていった。気がつけば本格脚立としては初めてのグッドデザイン賞を取るにまで至っていた。
そしてついに、よし、ゴーサインだ。作り始めて2年半、長谷川と職人の双方が満を持して世に送る、これが軽くて丈夫でかっこいい専用脚立、足軽。こちらがユーザーに実際に使ってもらった感想である。軽い、とても軽いと感じた人が 99%、 従来の脚立と同等もしくはそれ以上に丈夫だと感じた人 99%。 脚立の最も大事な安全性や使いやすさに対する満足度 100%。 会場では予想を大きく超える反響であった。細部にまで軽量化を追求し、たどり着いたパーツとデザイン。これだけ軽いと車から降りて現場へ持っていくのも楽々。長谷川のチャレンジ精神が生み出した脚立の常識を打ち破る軽くて丈夫な脚立。足軽誕生。長谷川。